うまいな、モテそう、ほんとに。うん、何またそういうことばっか言って、女の人に座って。いやいやいや、三好さんってところ、はい、先、そうだね、裏通されてます。それ知ってる知ってる、木村で、はい、飲んでるね、真ん中のテーブルか、はい、あとお座敷が空きましたので、こちらですか？テーブルは空いてます。テーブルは空いてないです。うん、だよね、カウンターが座敷だよね。お座敷に。女子屋のお座敷で、すいません。すごいね、混んでるね。お座敷で、はい。初めて来たわ。すいません。お願いします。お座敷って言われて、あ、かしこまりました。こちらへどうぞ。はい、よかったのかな。こちらの席立ちます。はい、あ、でもやっぱりこっちの方が雰囲気がいいかもしれないですね。ごめんなさい、やっぱりそっちの方がいいですか。かしこまりました。はい、じゃあカウンターで。はい、かしこまりました。なんかちょっと改めてでもね、なんかね、足も疲れちゃうし。こういうこと素敵なかったね。ね、そうそう、思う、私も。そうしよう、そうしよう。すごいね、お花が綺麗です。一応ね、あのサラダとかは頼んであるわ。あ、そうですか。そう、お飲み物どうしますね。ちょっと飲める？大丈夫ですよ、何でも飲みますけど、ビール、ビール大丈夫ですか。ね、ワインとシャンパンなのよ。あ、じゃあシャンパンないから、もしよければ、最初はあなたがビール頼んでいただいて、フルにして、安いの、安いのよ。そうですね。あ、じゃあもう、最初からフルでいいですよ。いいよ、いいよ、何でいいですか。ワインのフルを、ワインのボトル、いいです、赤と白。はい、かしこまりました。白ワインです。白にしますかね、先ほどね。はい、あとメニュー頼んだもんね、大体は頼んだのが、あなたのこの、見て、お住宅見て、ええ、肝焼き2本ある。肝焼き2本、さっき昨日頼んだんだけども、一応言うわね。はい、ありがとうございます。うなじの重ねを1つと、うなじの重ね、重ね、はい、あとは、なんかあったっけ。サラダとかもなんだけど食べますか。じゃあ、あ、これかな、ズワイガニ、ズワイガニサラダ、はい、はい、今日はクエの唐揚げないの。クエないです。あ、クエない。はい。そうですね。じゃあ私雪を。この。そうだね。今食べる2本と、はい、これと、はい、これと。はい、これとだけで考えて。かしこまりました。自分の確認だけさせていただいてよろしいでしょうか。はい、ありがとうございます。白ワインのボトルがお一つ、クエで。はい。煙焼きがお二つ。うなじゅうの重ねがお一つ、はい、でズワイガニサラダがお一つ、うなじゅうの雪がお一つ。かしこまりました。ありがとうございます。お願いします。へ、ね、混んでるね。それは誰ですか。配信とかもしますか。配信とかもします。どういう職業なの。なんかマスコミ関係でカメラ、これ音声の照明で、あ、そういう関係なんだ。そう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 、かっこいい。へ、ね、えー、いいね。それはじゃあ、あの出張が多いよね、きっとね、着替えとかで。今ちょうど福島でやってる仕事があるので、明日もちょっと一時一回福島に行って。あら、今日よかったの。そう、大丈夫大丈夫。本当、なんか最初泊まりって言われて終電で行けば間に合うかとかと思ったら、明日の朝一移動でいいって言うから。そっか、仕事によっては前日入って、あ、そう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 、間に合わないので。うーん、こともなんか、じゃあ有名人も結構たくさんあったりしたんだな。どういった最初に行ったのがシビア。お待たせいたしました。こちらにお願いします。サンキュー。はい、失礼いたします。あ、セルフなんで、セルフなんで。ありがとう、ありがとう。ありがとうございます。一つですか。はい、決め焼き一つ。漬物の盛り合わせ、では一つ。
やろうか、サラマネ、あ、ズワイガニと水菜のサラダがやろうか、ありがとうございます、失礼します、カツオの玉ねぎ醤油となります、お通し、はい、お通しです、素晴らしい、綺麗綺麗、ありがとう、ね、今日暑いもんね、もうね、違う、すごい天気だとしても違う、違う、うん、さすがプロ、いや、すごいすごい、そういう技術も習うの、それはやっぱりそう、先輩とかでやったりとかしてて教えられる、すごい、すごいたっぷりのこんな水の入ってるのサラダ初めて見たわ、ね、こちらから失礼いたします、お失礼しました、ズワイガニと水菜のサラダを、じゃあこれおろした、フレッシュフレッシュ、あなたが言って氷水、うん、すみません、さっき焼き焼きましたね、いいねいいね、なんで嬉しい、できなし、ないんですよ、情けないこと、ダメだそれはダメだ、知ってる、女は嫌いな男ランキング1位ケチ、2位実家暮らしよ、そうそれだけがね、そうよ、まあ、機能さえあればいいと、うん、うん、そっちですね、合理的、合理型、合理型、あーまあね、でも女男性人気あるじゃない、一番人気あるじゃない、そこでもだ一番人気、いいじゃん、一番下がりだけですよ、合理型が、何がいいよ、合型の人、一番いいじゃないの、よくさん何型なんでしょうか、お、よくわかってる、変わってる、変わってる、ケチャイ変わってる、あの変わってる、いいか、次になって変わってる、あでも、なんかすごいこう自信があるよ、プロから見て、うん、一般の人でも使えるテクニックとかってあります、そういう時は、はい、まあ、物を取る時は、うん、例えば今マスターの仕事してるんですけど、はい、うん、手元を取りつつ、はい、でこういう手元、こっち手を、うん、あのぼかしたりとか、うん、あと奥のそういう火のものとか、うん、ああいうのもちょっとボケる感じとかするとさっき何をやっているかも分かったり、どうやってぼかしたりするの、それはね、被写界深度っていう、やはりまだちょっと難しいかもしれない、なんかさ、ロブ君の携帯でやっているのはどうやってやるかどうか、どういうふうに撮ればいいか、かわいい、パンダ、パンダ、これあのアドベンチャーワールド行った時なんですよ、かわいい、で例えばこう物を撮るとこっちから、これでいいかな、こう取ると手前にピントが来てるんだけど奥がちょっとボケてるんですよね。本当だ。うん。どうやってどこのボタンを押すの？この例えば合わせタイプを、ね、押してで明るすぎると思ったら暗くすれば、でも暗くするとピントが合いやすくなってくるんで、うん。明るくすると今度ピントが合わなくなったりとかして。あ、明るすぎてもね。そう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 。うん、そういう社会振動っていうのがあるんですけど、うん、どうぞ、ありがとう、うん、どうぞ、はい、失礼します、こちら、うな重のネギとなり、あ、私しか重ねます、すいません、失礼いたしました、あ、なるほど、分かる、分かる、分かる、重ねとなります、はい、蓋はないんだね、ここは、蓋は、うん、ね、すごい、ね、ありがとう、うん、綺麗です。うん。肝水好きだからお得だよね。うんうん、別注文とか合うもんね。ね。優しいな。あ、本当だ。うん、何になった、すごいじゃないの。すごい気になった、すごい。でもすごい美味しそうよな、このうなぎが。うん。うなぎだとこのままこう持って、こうちょっと動かしてみたいな。痛いよ。今、あ、これからですね。生きてるこれ。そうだね。さすがプロ。厚みがね。店長、今日どこの店長。
はい、どこのうなぎでしょうか。日本のうなぎです。違う、どこさんって聞いてんのよ。どうなのよ、うん、浜名湖です。あ、指導か、ね、西伊豆、そうだもんね、西伊豆ね、うん、そっかね、珍しい、珍しい、ね、いつも大体九州。あ、そうですか、珍しい。浜名湖。浜名湖。あ、嬉しい、いいね、浜名湖、一番名産だ。変な番組作ってるんですか。え、変な番組作ってるんですか。ねえ、美味しそうだ、でもふわふわね、いいね、珍しいうなぎだって、よかったね、来てよかった。なんか西伊豆がね、本店みたいよ。西伊豆のどちらなんですか。聞こえてないの。美味しそう。うん、西の方の藤井田っていうところがあって、あ、なんかサッカーで有名だ。そこは友人がもともと家の近くで店やった友人が実家がそっちで、今そっちで店出してて、で、それで年に1回そこに行って。え、何やってるの？養殖、まあ、そんなにも元気でもないんだけど、まあ、実際養殖ってことはナスまでしか行けなくて、ナス塩バラもしかない。その時はね、まあ、南三陸でしたけどね、行ったもんね。一番ひどかったのはどこだったの、被害が。いや、規模にもよるけど、ただ、高さ的には南三陸が一番ひどい。そうなんだ、あった気がするんだけど。あら、男子さんに会ったんですか。本当にね、インタビューを取ったんですけど、あの、普段ここにピンマイクっていうのをつけるんですが、はい、その時にこの、まあ、普通に何も考えずその当時に私はつけたんですけども、落語家の人っていうのはここからこうセンスをとかってセンスを出すので、ここに物があると多分ダメなんですよね、動きが激しいから、激しいから、それは気づかず分かんなくって、2回ぐらい前から下げてしまったので、それだって、それからじゃあその話し合いの方には、もうそれは絶対やんないでしょ、やんない、あの単独マイクで、ね、英語にしましたね。どれくらい長かった、長かった、あの遠かった、その、あ、出勤そう、あの違う違う、あの来たとこ行くまで、あ、行くまで、ロンドンから2時間くらいの電車乗って、2時間、すごいね、なんかさ、遠いわね、よく分かったね、でも本当に、本当に、いや、なんで行ったのか覚えてないからなんだけど、自分ででも行こうと思ったの、遅くて、やることないしと思って、で、行くのは良かったの、バスが